ミックス犬のナナちゃん18回目の幼稚園の様子を紹介していきます。今日はとってもお天気が良かったので、ドッグランにお出かけしてきました。ドッグランにはたくさんのお友達が集まっていたんですけれども、ナナちゃんは遊ぶのが上手なので、いろんなワンちゃんとご挨拶をしたり追いかけっこをしてとっても楽しんでいました。子犬の頃からいろんなワンちゃんと交流をしていくと社交性が身について、それからドッグランにはたくさんの飼い主さんたちもいますのでね、人への社会化もすることができるので、優しいワンちゃん、優しい飼い主さんとたくさん交流するといいですよね。お相手のワンちゃんも上手に誘いながら、かわしながら遊んでくれていますね。そしてトレーニングの様子です。まずは8、8の字に足の下をくぐるという練習をしているところです。そして応用編でスルーですね。人間が前進するんだけれども、ナナちゃんはほとんど8と同じ動きになりますので、こちらも上手にできていますね。スルースルーと声をかけながら練習していきます。そしてバックですね。ヒールポジションをキープしながらついての位置で私と同じ速度でバックができるように練習をしているところです。バックがスムーズになったら、バックのままくるくるっと私の周りを回るウィーグルというトリックの練習をしていきます。回りやすいように、クレートでちょっと壁を作って再度練習しているところです。パピー幼稚園が気になる方は概要欄からどうぞ、いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。